てみるよ。今回ご紹介するのはショーガンズ ESC エマージェンシー BB ショットシェルキャリア。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
ショットガンもね、あ、まあ、でもあれがバレルがないからあれか。いや、なったら押しちゃった、うん、あ、中から押しちゃった。だから BB 弾先入れないと、多分。おお、これで今何本で6発出たんですか。6発です。もう一回。怖っ、これ結構出るんですね。高校のカメラ越しでいく。大丈夫か。このカメラを構えて、もうちょいインできますか。タイのね、うん、後頭部狙うのはできるんだけど、うん、これね、尻尾が難しいね。また黄色で狙ってるから。それじゃあ、はい、行きまーす。はい。あー、いやー、ちょっと違ったね。あったまってないからね。あー、なるほどね。ほう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 。あっためてもう一回だけ。あっためてもう一回じゃあ。いや、これでもいいね。最後ワンキル取れるね、これね。ワンキルを取るためだけど。ね。これはいいな。はい、っていうことでね、一回見ていただいたんですけど、ね、勝手に見ていただきました。ちょっと冷えちゃってて、最初の勢いがなかったんで、うん、一回ちょっとデメ肌程度に温めたものを、はい、今こちらに用意しました。横でシューって言ってますけどね。温まりがね、ちょっとこのカメラの前でちょっと、はいはいはい、これカート後ろから一応押してみて、それで閉鎖して、うん、打った後、ここの部分もう一回押してあげなきゃダメな時があるんで、うん、閉鎖がうまくいかないってことあるんで、うん、はいはい、ほう、あれ、テンポどこですか。そうなんです。隠れ、これタバコとほぼ同じサイズ。あ、確かにそうですね。ちょっと分厚いかなぐらいですね。これであんだけ打たれても分かるんですよ、ね、すごい。ああ、ここで乗っかかるんですね。これ大丈夫。はい、じゃあお願いします。温まりました。まあ、さっきよりか。これが、あー、ちょっとあれですね。ちょっとあれですね。あ、ここに引っ掛けて、はい、すごい単純な作りなんですよ。はいはいはい。これバルブ押すの、これキャピキャピ入れるだけです。そうですね、バサッと。はいはい。ミルキーも発射できますね。まあ、夏場特に出よって埋まる感じでね。これミルキー発射できるんですか。行きましょう。はいはいはい。大丈夫ですか。かわいい。はい。ほい。怖えな、怖えな。首筋はちょうどいいね。ああ、ああ。やめて。はい。はい。飛んでますね。飛びました。飛んでますね。ここに当たりました。いや、下に何発か落ちて、ね、はい、で、俺これ一つ使う方、はい、分かりました。何ですか。ガスは少量の方がいいですね。あ、なるほどね。気化させたガス、はい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 、という形がいいと思うんです。ほう、今境目って見て、はい、あ、でも面白いな、うんうんうん、ちょっと連続だとやっぱりちょっと怖くなっちゃいますか。はい、一発目のやつ結構調子良かったですね。あれ、あったまりまくってますね。あれ、抜けてくたは超早かったですよ。別に自販機まで行ってしまったシャーンっつって60から70っていうのはね、嘘じゃない。あ、そんな出るんですね。はい、面白い。でもガス入れとかないとこうやってガスも動きますから、ガスは入れといた方がいいですよ。あ、ちょびっとでいいんでね。はいはい。 50cm パックで、 50cm パック、はいはい、という形ですね。うん、 80cm ぐらい今行きました。まあまあまあ大丈夫。これはいいっすね。いや、びっくりするぐらいの、靴下にちょっと挟んで痛いね。まあでも、そういうのができますからね。これはおいくら億円ぐらいですか。これはね、8,000円ぐらいですかね。8,000円ぐらい、9,000円ぐらい。結構いい値段ですね。はいはいはい。まあ、イタチの最後っぺじゃないけど、そうですね、最後の地域をできるんじゃない、見合わせることができると。はあ、すごいなぁ、すごいね。すごいですね。すごいわ、と、はい、と思いました。これは実でもこういうのがある。うわぁ、わかんないですけど、なんか似たような類似はあると思います。そう、ちゃんと正式にこれとはないと思うんですけど、そうそうそう、はい、
あの面白いんじゃないでしょうか、うん、はい、これまあこの最このなんですかこのピッて狙えばその通りに大体飛んでくる飛ばないです飛ばないあのガサツによりますガサツをしっかりすれば飛ぶんですけど、ね、ちょっとスローで見ていただいたのは結構弾道も冷えちゃって下がっちゃってる感じなんでまあ本当一発エマージェンシーで打ってもらうと、はい、なるほどいい感じがいいかそうすれば7、8メートルぐらいまでは全然それ温まってればバーンと飛ぶ、ね、はいぐらいがいけるかなと思います、はい、最後本当にこれやべえな時に使っていただければと思いますのでほうはい、参考にしていただければと思います、うん私たちの方はですね、はい YouTube の方で、動画撮影でメインでコンテンツをさせてもらっております言うんですよね、はいはいはい、はい、めっちゃ、はい、ねはいはい、コメント等も募集しておりまして、はいはい、ご意見、ご感想、ご要望、はいはいあればあのぜひ書いていただきたい下のコメント欄までお待ちしております、温かい、はい、コメントのやる気が出ますので、はい、よろしくお願いいたします、それと、はい見たよっていう合図で構いませんので、はい、いいねボタン押していただければと思いますので、はい、グッドボタン、はい、お願いします、はい、お願いしますそれと、チャンネル登録というところがありますが、私たちはいかんで友達登録と言ってますので、はいはいぜひぜひこいつらを追ってみたいな、面白いなと思った方は、ぜひ友達登録していただければと思いますので、はいよろしくお願いいたします。このバカっぽい撮影現場に、バカっぽい撮影現場、実はデザインにもいいや、俺はって行こうかなと思った方は、ぜひご一報ください。ね、はい、来ていただいて。お話をしてもし、相性が良かったりとか、ね、相性の問題があるんですか何の相性だかちょっと気になりますけどね不具合が起きる可能性もありますけども、はいぜひよろしければ来てください。はい、はい、というわけでですね、ポケットキャリーの、キャリー、今タバコケースの大きさぐらいの銃でしたけども、はい、一発目驚きの飛びをしたという、ね、そうですね、ちょっと怖かったですね。はい、まあ、撃たれるプロが撃たれてますので、はい普通にですね、上段抜きで撃っちゃうと怪我しちゃいますので、はいちゃんと安全管理をして、遊んでいただければと思います。はい、ぜひ気になった方はパドックでまだまだ販売してますのでよろしくお願いいたします。それではですね、最後まで見ていただいた、方本当にありがとうございました。ありがとうございます。次のレビューの機会にまたお会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい、バイバイ。これは買いだね。ガスアツだね。